こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は札幌駅前再開発と新幹線工事の現在の様子でございます。データ的なものではなく、視覚的に見てどういうふうに変わったかっていうのを皆さんにお伝えしようと思います。ご覧ください。まずは2023年8月に閉店したエスタ。なんと今年解体する予定だったのが、来年以降に解体が伸びたということで、新しく建てる再開発のビルも完成が遅れるということになりますよね。ということは、バスターミナルの完成も遅れるっていう話ですから、このように仮設バスターミナル、現在はこのようになっているんですが、5年間我慢しなければいけなかったものが、7年ほど、7回の冬をこうやって寒い中行列を作って並ばなければいけないということになります。ものすごい行列ですが、この日は雪が多くて少し遅延した日です。ただ雪まつりシーズンではないので、雪まつりシーズンはさらに観光客が並んでたんでしょうね。解体が遅れるっていうことなんですけれどもね、バスターミナルだけなんとか使わさせてくれないんですかね。ということで、エスタの解体も新しいビルの完成も遅れ、バスターミナルの完成も遅れるというね、エスタのさらに東側をご覧ください。3棟ほど大きな建物がありますが、1つがホテル、さらに2つがマンションでございます。ここには卸センターがありまして、解体され、マンション、さらにホテルが建設中ということで、かなり存在感はありますよね。現在は閉鎖されているバスターミナルの様子、ここから高速バス、路線バスがたくさん出ていきましたね。2階も駐車場なんですが、閉鎖されております。解体が伸びるんだったら解体まで使わさせてくれって思ってる方たくさんいると思うんですけどね。さらに奥には上鉄バスが止まってますが、札幌駅バスターミナルの仮設乗り場でございます。札幌駅からすごい歩きますよね。旅行客なんかはキャリーケースをガラ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 とね、相当歩かなければなりません。右側はかつて駐輪場と道があったんですが、駐輪場は解体され、道は廃道になりました。で、この今見えているところが新幹線の車両基地になる予定の場所でございます。車両基地だなっていう施設はまだできてませんね。モニターがありまして、解体前の様子を見ることができました。駐車場、駐輪場、道、すべて解体され、新幹線の車両基地になる高架部分が作られるということで、去年廃止になった内房駅の踏切、あの辺りまで作られるっぽいです。これが新幹線札幌駅の様子でございます。今私が立っている部分がこういう風になりますよというね、イメージ図でございます。そしてこれが下から見た様子ですね。特別札幌感だとかね、北海道感があるような雰囲気はありませんね。シンプルな感じでございます。JR の高架下にはかつて駅レンタカーという車のレンタカー事務所がありましたが、別なところへ移設しました。で、ここには郵便局と飲食店がありましたが、もう綺麗にないですよね。もう高架の柱しか見えない状態となっております。ちょっと前のはずなんですけれども、もう懐かしいですよね。オレンジ色の郵便局があり、飲食店がありましたよね。コロナ禍を挟んでるんで、もっと時間が経ってるような感じがするんでしょうね。もうほぼ解体が終わったと言っていいんじゃないでしょうか。郵便局だった後なんかね、全然わかりません。で、こっちの右側が飲食店だった部分でございます。しかし綺麗に解体しましたよね。いろんな配線だとか配管を傷つけないように解体する技術ってね、本当にすごいと思います。そしてうっすらとパセオが見えますよね。高架をくぐって北側へ来ました。ここはパセオのパーキングがありました。そしてパセオの入り口でございます。右側に白いシャッターがありますが、ここは飲食店が入っていました。いずれ解体されるんでしょうね。パセオの東側にいまして、17番出口というところにいます。で、この階段を上ると、このように工事していますよという案内表示がありまして、真ん中が札幌駅、西側も工事中と書いてあります。で、こっち側のシャッターは確かね、セイコーマートが入っていて、セイコーマートもね、当然閉店し、このように壁で覆われている状態となっています。なんかゴムとか、その素材の匂いがすごいします。なんか建築現場の匂いがね、非常にしました。
黒いマットは滑り止めです。雨とか雪だとね、滑りますから、そういった滑り止め防止のゴムマットだと思われます。防災の設備もところどころありました。で、屋根にはこのような補強がずっとありまして、崩れてこないように補強してるんでしょうね。で、ところどころ従業員通路口みたいのがありまして、ステラプレイスとかあっちの方の従業員用の入り口なのかもしれません。札幌駅でございます。右側がパセオの入り口なんですが、すべて当然シャッターは閉まっております。で、閉まったシャッターのところにコインロッカーが並んでおりまして、結構使っている人見かけましたよね。インバウンドとかもこういったロッカーは助かるんじゃないでしょうか。エスカレーターがところどころ止まっておりまして、観光客の人たちはキャリーケースを持ち上げて階段を降りていました。配線設備の問題なのか、どういう理由なのかね、止まっていました。パセオ地下があった部分でございます。照明がずらっと並んでますが、これは仮設の照明で、ちょっと薄暗いんですよね。かつて商店街というかね、お店がたくさん並んでいた感じは全然しません。一番派手なのは床ですね。床だけ優雅な感じなので、ちょっとね、変な感じはありますよね。天井は配線だとか、ところどころむき出しの状態でございます。作ってる途中感が非常にあります。あとは建築資材の匂いっていうんですかね、独特の匂いなんかが結構ありました。こんな感じでね、もうつなぎ間違えちゃったら大変なことになるんでしょうね。北口でございます。この辺りにかつてドトールコーヒーがあったはずなんですが、工事が相当前に始まったので、ドトールもね、かなり前に閉店したはずなんですよね。では、北口を出てみましょう。これはね、案内表示をちゃんと見て歩かないと、一回間違って違う方向行っちゃうと、また長い距離戻ってこなきゃなんないですからね。新しいホームができます。新幹線乗り換え通路ができます。さらに新幹線が通ります。通りますよね。新幹線駅舎ができます。この白い壁の中は花壇というかね、もう椅子のような場所になっていて、よく待ち合わせの場所として利用されていた、そういう印象があります。右側が団体バス乗り場、左側がタクシー、路線バス乗り場と書いてあります。JR の特急列車の中の案内って中国語がもう非常にうるさくて、シャオ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 ってすんごいうるさいんだけれども、今の案内表示は中国語なかったですよね。今の案内表示こそ中国語あった方がいいよなと思いました。で、ここがバス乗り場でございます。高速バスと路線バスが分かれていますよね。で、左側仕切られていますが、かつてはこんなモニュメントがありました。これ懐かしいなって思ってる人結構いるんじゃないですかね。このアーチ状の金属、これがね、2つあったんですが、全て撤去されました。北側から見る札幌駅の様子でございます。この辺りから新幹線用の通路ができるんでしょうかね。ちょっとある程度完成してくれないとね、ちょっとわかんないんですけれども。で、歩いていくとタクシー乗り場でございます。これほんと一回間違えちゃうとね、キャリーケースを持ってる人はなかなか大変だと思われます。札幌から東京の移動に限った話をするのであれば、新幹線というのは飛行機よりも高くて遅い乗り物ではあるんですけれども、災害が起きた時はね、いくつかの交通手段があってよかったよなとかね、思う日が来るかもしれないですよね。ただ災害っていうのはね、そんな毎日あるわけじゃないですからね、いつ来るか分かんないという話でございます。ヨドバシカメラです。ヨドバシカメラを南側へ歩いていくと、パセオの西口があった場所でございます。どれぐらい解体が進んだのか実際に見てみましょう。わざわざね、通勤の途中に解体がどれぐらい進んだから見ようとかね、そんな時間なかなか皆さんないと思うのでね、ちょっと私が観察いたしました。西口の通路は何回か変わってますよね。なので順番に解体していて、通路も順番に変わっていってるっていうことでしょうね。で、ここがパセオの入り口があった部分でございます。
懐かしいですね。お好み焼き屋さんがあったり、居酒屋さんがあったり、みたいなね。もう懐かしいパセオでございます。今現在は、今見ましたが、このような、もう柱しかない、そういった状況でございます。もう何もないですよね。解体の進行具合によって通路が変更するということなので、3月2日までの通路と3月3日からの通路がこのように違いますよということが書いてあります。さらに東側をご覧ください。解体が進んでいますが、かつてはこのような建物がありました。ブリッジといいまして、スポーツ館、つくも電機、さらにダイソー、いろはにほへとという居酒屋さん、もう懐かしいですよね。こういった建物がありました。こっちもほぼ柱しかない状態となっております。お店がないと本当に寂しい雰囲気がありますよね。思い出しましたが、サンマルクカフェもありましたね。サンマルクカフェも1階にありました。で、解体の日程っていうのかな、日程とアスベストなんかがどれぐらい出たかみたいなね、そういう表記なんかもあります。そして紀伊国屋の前、ここにも道路があったんですが、廃道となり、現在は工事が進んでいる状態となっております。西側へどんどん歩いていきます。ここがブリッジのあった場所で、もう柱しかない状態ですが、かつてはこのような外観のブリッジがありました。この辺りはもう新幹線が地上に出て高架にもうほぼ上っている部分だと思われます。この新幹線の高架の下っていうのはまたお店ができたりなんだりするんでしょうかね。その辺も楽しみだったりします。解体されたブリッジの一つ西側です。こっちは施設が残っておりまして、ゲームセンター、さらに札幌つなぐ横丁という飲食店が入った横丁があります。かなりレトロな雰囲気があります。さらに西に行くとファミリーマートがありまして、ここには緑道がありました。自転車がね、ブワーッと並んで止めてあり、タバコを吸っているビジネスマンがうようよいたあの場所でございます。これです。緑道。懐かしい光景ですよね。国鉄の地上時代だった部分が緑道になった部分。そこが新幹線の高架になるっていうことですね。工事進んでるんでしょうけれども、私の目からはね、あんまり変わったようにはまだ見えない状態でございます。これ親と思いました。新幹線の橋脚ですよね。イオン総園あたりから地上に出てきて、高架を登っているところの設備、パーツっていうことになります。いよいよ新幹線が来るな感がなんとなく実感できた瞬間でございます。北海道新幹線の札幌駅開業は4年遅れるらしいですね。羊蹄トンネルという非常に岩盤の硬い部分がありまして、それを砕くのに時間がかかったとかね、人材不足とか、あとは札幌市が札幌オリンピックを断念したということもあり、2030年に間に合わせることはないんじゃないかみたいなね、そういった理由があるみたいなんですけれども、私としてはバスターミナルね、もうちょっとどうにかしてほしいですよね。7年間、あと7回の冬をね、こういうふうに待たなければならない人がたくさんいるということでございます。そんな感じで新幹線工事と再開発の、見た目でね、見た様子でした。そんな感じでありがとうございました。